や。いいね。ねえ、いや、うん、どうしたんだい？君のベッドに僕が寝ていることがそんなに驚くようなことかな。僕はそれくらいには君と親密になったつもりだったけど、そんな風に構えられるなんて少しショックかな。なんてね。冗談冗談。そうやってうろたえる君を見たかっただけだよ。いや、何、特に理由はないんだ。疲れたし、横になりながら君と少し会話がしたい、そう思ってさ。そうだね、何を話そうか。ベッドでする会話だから夢の話でもしてみるかい？僕は夢はよく見るよ。眠りが浅いのかもしれないね。面白い夢、怖い夢、意味のわからない夢、さまざまだけど、決まって僕はそこには存在しないのさ。そう、物語を俯瞰で見ているだけなんだよ。第三者視点の夢というやつだね。君はどうだい？君の場合は常に自分が登場人物として存在するんだね。いいな、そういう夢をぜひ見てみたいよ。臨場感もあるんだろうね、第三者として見る夢より。なんだか君と話していたらそういう夢を見られそうな気がしてきたよ。今日はここで寝させてもらおうかな。いいだろ、君と僕の仲じゃないか。じゃあおやすみ。ありがとう。やっ、いいね。ねえ、今日もいいかな。そうやって構えなくてもいいじゃないか。別に君をどうかしようだなんて思っちゃいないよ。いきなりベッドで押し倒したりなんてしたら、それこそ君に嫌われてしまうからね。この前も僕は何もしなかった。楽しく夢の話をしていただけだったろう。ああ、そうだ。じゃあ今日も眠る前に夢の話でもしようか。夢はその人の深層心理、今考えていることや悩んでいることが出てくることが多いらしい。寝る直前に読んだ本や見た映画のシーンが再現されるなんてのはよく聞く話だろ。だから今日はちょっと試してみないかい？君と。だからそう構えなくても大丈夫だって。君が嫌がるようなことをするつもりはないからさ。何かいいアイデアはあるかい？ああ、なるほど、好きな食べ物の話か。夢の中で好きな食べ物を食べたいってことだろう。その単純明快なところが君のいいところだな。でも君は夢の中で何か食べて満たされたことってあるかい？だよね、むしろ満足できなくて不思議に思う。
夢の中での食事ってそういうことのような気がするよ。あくまで想像だけどね。僕はほら常に俯瞰だから自分が食事する夢は見たことがないんだ。こんな話をしていたら小腹が空いてきたね。少し何か食べてから寝るとしよう。ありがとう。いいね。何かな。実は君に伝えたいことがあるんだ。僕はこれまで夢の中で自分自身になったことがないと言っていたよね。それがこの前見たんだよ。そこには君がいたよ。君と僕は友人として共に戦っていた。そう、この GGO のようにね。あまりにもリアリティがあって僕は夢の中の出来事だなんて全く思わなかったよ。そう、目覚めるあの瞬間までは。夢の中のラストシーンでね、僕は君を撃ったんだ。そしてその時ようやくこれは夢だと気づき目が覚めた。悪かったね。夢の出来事に謝っても意味がないのは分かっている。でもなぜかこうして謝罪したいと思ってしまったんだ。夢の中の僕はどうして君を撃ってしまったんだろう。え？別のスコードロンに所属して PVP をしていたんじゃないかって。そうだね。そう考えると納得もいくし気も楽になるよ。君は本当に優しいな。ただの夢の話なのにそうやって真面目に返してくれる。あの夢が現実のものにならないように僕は願うよ。あ、いや、なんでもないんだ。こっちの話さ。さあ、今日も疲れたし、そろそろ寝るとしようか。今日は、いい夢が見られるといいね。ありがとう。